食育ロックのわらびです。ゼロから食育を勉強していきます。はい、今回もこちら軍用車の食べ物食育図鑑から学んでいきたいと思います。はい、ベジタブル、うん、出ました。トメイド。あ、トマト。トマト来ました。夏野菜の代表ということですね。トマトは毒と思われる観賞用だったと。ちなみにトマトはですね、アンデス、南米のアンデス山脈が原産地でございます。ほう、そこから、スペイン人によって全世界に広まっていったと。あ、なんかスペインって感じちょっとするね、はい、イタリアって感じも結構するけど、実は、原産国は中南米でございます。なので、非常に厳しい環境に育てると美味しいトマトができるという、フルーツトマトというのが日本では発達してまいっております。トマトも失敗したな確か。そうですね、マイクロトマトですね。マイクロトマト一向に何もならないととうとう花を咲かなかった、はい。日本ではですね、加納、うん、17世紀の半ばまでには出来してると。17世紀貝原駅健さんというあの有名なお医者さん、大和放送では本草からがきと称されており、最初はヨーロッパで観賞用珍重されていたと。観賞用なんだ。ちなみにですね、トマトは天然の調味料でございますね。旨味成分がたっぷりありまして、ね、すごいですねあとはこのなんつってもリコピンと呼ばれる赤い部分に含まれている抗酸化作用というか、うん、まあ、これすごいですね。今言われてるのが、うん、高血圧病予防、メタボリックシンドローム予防、がん予防などなど。すごいです。飲めば飲むほど元気になります。今回のちえちゃん。おお。ちえちゃん。ちえちゃん教えて。はい、トマトは追熟させれば木で完熟させたものと同じなのとありますね。青いのを取ってその後赤くするとか。ああ、なるほどね。あれは、その実の栄養を使っちゃってるから収穫した後赤くしてもダメだぜ。木になってる時に赤くしようぜと。ああ、なるほどね。そっかそっかそっか。完璧な文体で教えてくれてます。ちえちゃんすごいぜ。トマトイエー。